少しだ。なすべきことはなすまでだ。なすべきことをなさねば。巫女様がそうおっしゃっていた。おそらく何か秘められている。そうですか。どうした？タケル様の記録に解釈という言葉がありました。ああ、おそらく解釈とは竜院の巫女の命とともにその節を断ち切ること。何だと？このまま節立ちの道を歩まれるならば、不思議で九郎様、巫女様のお命を絶たねばならぬ。はい、節立ちこそが九郎様の望み、それは承知しています。ですが、狼殿、九郎様を殺さぬ道がないものでしょうか。竜院は常ならぬ力、そのような道もあるやもしれぬ。ならば狼殿、九郎様を殺さぬ道、それを共に探ってはいただけませぬか。巫女様は死なせぬ。ありがとうございます。手がかりを探らねばな。はい、うん、そうか。巴殿の、狼殿、私に一つ心当たりがあります。調べを進め、分かったことがあればお伝えしましょう。ああ、それからこのこと、巫女様には伏せておく。はい。狼殿、九郎様を殺さぬ道、その手がかりをつかみました。これを。人帰り。はい、ここには書かれています。竜院を断ち人に返す道があると。そのためには常桜の花がいるようです。以前お伝えした通り、常桜とはタケル様が戦況より持ってこられた桜です。ですが、何者かが枝を倒り花を持ち去り、常桜はやがて枯れ果てました。常桜の木そのものが失われてしまったのです。木そのものがない。当然に常桜の花もないか。はい。ですが、持ち去られた枝には花がついていた。それが見つかれば、あるいは。常桜の枝とはこれか。父が持っていたのだ。フクロウ殿が。ですが、花はもうないようですね。どうした？いえ、常桜があった頃のことを思い出そうとしているのですが、どうも記憶がおぼろげなのです。お二人のお墓を。何？常桜の後にあるタケル様と巴殿のお墓を参ってみようと思います。何か思い出せるかもしれません。
何故そのような道しか。おい。あ、狼殿、いらしていたのですね。何か思い出せたか。いいえ、あいにく何も。何もか。はい、思い出せずすみません。私の古い友ならば、その頃のこと何か覚えているかもしれません。あれ寺で少女と会ってきます。少女。武士殿の古い名です。狼殿、いらしたのですね。武士殿からは何か聞けたか。いいえ、これといって人帰りについて何か別の手がかりを探さねばなりません。狼殿、ではまた。まことの狼ならば、己の牙の使い道は己で決める。そうした顔になったようじゃな。なあ、お前さん。なんだ。知ってたか。この荒れ寺は実に隙間風がひどい。わかった。口立ちをなすために九郎様とあの方、そのいずれかも死なねばならず、なぜそのような道しかないのか。だからそいつを隠すのか。だって少女、これを渡せばきっとあの人死んでしまう。狼殿、いらしたのですね。武士殿からは何か聞けたか。いいえ、これといって人帰りについて何か別の手がかりを探さねばなりません。いずれかが死なねばならぬ。それはどういうことだ。聞いていたのですか。教えてくれ。私は見たのです。あの日、床桜の木の下で巴殿が自刃されようとしたのを。なぜ自刃など。巴殿はこう言っていました。流飲の血を受けた節はその主を縛ると。人帰りのためには流飲の血を受けた者が
死なねばならぬか。はい、その通りです。だが人帰りもならなかった。はい、不思議りがなかったためでしょう。私はクロス様を、そしてあなたも失いたくはない。どの道も行き止まりなのです。何を隠している？それも聞いてしまったのですね。教えてくれ。なすべきことをなす。巫女様と同じようにそうしたいのだ。これを。これは鈴か。きっとフクロウ殿の亡骸からこぼれ落ちたものでしょう。フクロウ殿とあなたは縁が深い。それを備えればまた異なる記憶が見られるやもしれません。備えてみよう。どういった記憶かは分かりません。ですがそれはフクロウ殿が持っていたもの。どうかお気をつけて。狼殿、ではまた。